セルとの戦いからおよそ7年が過ぎた。この静かな町の名はサタン。事実はそうではないのだが、地球を救ったと信じられているミスター町の名がそう解明されたのである。孫悟飯は16歳になっていた。住んでいる田舎には近くに学校そのものがなく、それだけではと母である父が、サタンシティでは武装した強盗がしばしば現れるほど治安が、そんな時正義感の強い悟飯はスーパー圧倒的なパワーと技であっさりと、そして強盗を退治した悟飯は、人々はこの謎の正義の味方を金色の戦士と呼び、そのまた金色の戦士、誰か。あれから7年、高校生の悟飯は正義の味方？時間取られちゃったな、急いでか。あー、もう学校に遅れちゃうよ、急がなきゃ。完全に遅刻しちゃったな。編入してきたご飯くんだっけ。あたしイレーザ、よろしくね。ついでにこっちの子はビーデル。驚くわよ、ビーデルのパパはなんとあのミス、え、ミスほら驚いた。そうだ、あなた今日遅刻してきた。銀行強盗騒ぎ見てない？どうだ、金色の戦士が強盗を乗せちゃったんだけど。そうなんだ。でも、ああ、ビーデルの趣味は正義の味方なのよ。ほら、やっぱり世界を救ったミスターサタン。この子強いからよく警察に頼まれたりすんのよ。そうなんですか。あなた金色の戦士と背格好がそっくりね。え、正体がバレないような工夫が必要だな。相手を見て言えよ。そいつが強盗を倒せそうな柄か。このあとベースボールの授業だろ。そいつが強盗を乗しちまうようなやつか、すぐに。もっとも俺の球を打てやしないだろうがな。は、適当にうまく手を抜かなきゃ。母さんやブルマさんたちも僕の力がバレたら王さん難しいな。世の中、俺の剛速球で脅してやるか。やりすぎないようにしなきゃ。一発も打たせやしないぜ。まぐれですよ、まぐれ。そうだよね。あれでもやりすぎだったか。後で早速ブルマさんのところに。怪しい。ブルマさんに、相談に乗ってくれるかな。こんにちは、ブルマさん。あら、ご飯くん。相談って何？正体がバレないようにか。はい。何かいい方法ありません？あるわよ。私天才だもん。本当ですか？ぜひお願いしたいんですが。いいわよ。少し時間がかかるから待ってて。すいません。どうもありがとうございます。トランクス君はどこですか？
多分重力室でベジータにしごかれてるんじゃないかな。トランクスをご飯くんより強くしたいらしいわ。へえ、怖いですねそれは。重力室か、どこだったかな。ご飯さん、いつ来たの。さっき来たばかりさ。なあ、お父さんに修行してもらってるんだって。うん、パパに一撃食らわせられたら遊園地に連れて行ってもらえるんだ。へえ、あのベジータさんが。うん、絶対遊園地に連れて行ってもらうんだ。久しぶりにベジータさんにも挨拶しておくか。こんにちは。ああ、体がなまってるぞ。いくら平和だからといっても訓練はしておけ。はい。そういえばトランクス君に修行をつけているそうですね。ああ、そろそろ本格的に鍛え始めてもいい年になったからな。貴様もうかうかしていたらすぐに追い越されるぞ。あ、そうだ、トランクス。この俺に一撃でも当てられたらだ。まあ当分は無理だろう。ちょうどいいところに来たわね。いいな、僕にも作ってよ。わあ、いい、すっごくいいですよ。でしょ。ありがとうございます、ブルマさん。僕、やっぱりいらない。じゃあ、学校行ってきます。一晩中変身ばっかして、よっぽど気に入ったみてえだな。飛行機に気をつけるだぞ。はい。お兄ちゃん行ってらっしゃい。やっぱりかっこいいな。ふふん、そう。この悟空にそっくりなご飯の弟の名は、悟空があのセルとの戦いの前に残していた。グレートサイヤマンの姿だったら飛んでるところを見られても平気だし、ついでにパトロールをしていこうかな。大したことなさそうだな。やった、おいしそうなリンゴだ。飛んでいくと楽だな。街は平和かな。ん？なんだ？また強盗か？まだやる気なの？当たり前だ。ここからが本番だぞ。へえ、驚いた。本当に結構強いや。ミスターサタンより強いんじゃないかな。さあ立ちなさいよ。まだやるんでしょ？くそ。なんだてめえは。私は
悪は絶対許せない、正義の味方。グレートサイヤマンだ。バッチリ決まった。ゆうべ2時間も練習したもんね。かっこ悪い。抵抗しても無駄だぞ。さあビーデルさん、こいつらを捕まえましょう。私の名前を知ってる、やっぱり。こんなみっともない奴に捕まってたまるか。ねえ、ちくしょう、蜂の巣にしてやる。そうだ、やっちまおう。愚か者め、正義を倒せるものか。化け物だ。こいつたちどうしましょう。ビーデルさんが警察に連れて行っていただけますか。ここに置いとけばいいわ。私が無線で連絡しておくから。強いんだねあんた。で、正体は秘密なわけ。ええ。でも孫悟飯くん、授業に遅れちゃうけどいいの。そうなんですよ、だから早く行かないと。やっぱり。え、やっぱりあんたの正体は孫悟飯くんだったのね。なんでわかったのですか。声よ、それと喋り方。私の名…そんな…なんでわざわざそんなおかしな格好したのよ。いえ、その仲間のみんなが普通に暮らしたいなら強いってことをバレちゃいけないって。だから。あのこのことはみんなにはぜひ内緒に。ねえ、1ヶ月後の天下一武道会、あんたも出るんでしょ。天下一武道会知らないの。格闘技のチャンピオンを決める大会で久しぶりに復活するのよ。私のパパが全大会のチャンピオンで、その前が顔は知らないけど孫悟空っていう謎の男。へえ。あんたと同じ名字よね。今時珍しいわね、名字と名前と分かれてるのは。私、その孫悟空っていう男は多分あんたのパパだと思うの。どう？その…いろいろ鋭いな、この子。やっぱりね。で、どうするの？もちろん出るんでしょ？天下一武道会。いや、僕は遠慮しておくよ。そういうのあまり興味ないし。出なきゃバラすわよ、みんなに。孫悟飯くんがグレートサイヤマンの正体だって。そんなの。いいじゃないの、グレートサイヤマンで出場すればわかんないんだし。わかりました、出場しますよ。やった、決まり。みんな弱そうだから張り合いのある相手が欲しかったのよ。参ったな、おかしなことになっちゃった。ほら、そろそろ学校に着くわよ。ねえ、今度空の飛び方私に教えてよね。あんた、それじゃ私は先に。しかしこんなにあっさり変装。それに学校が終わったらブルマさんに相談してみよう。
天下一武道会か。確かヘルメットや防具をつけちゃダメなんだよな。でもヘルメットがないとブルマさんのところ行ってみるか。おのれ。はあ。なんだと。くう。え。ひゃひゃひゃ。ふう。うん。おいおい。よし、いい色艶のお肉だ。